モデルニスモ、または、モデルニズモドメナクイムンタネー作のナバステイモデルニスモ、または、カタルーニャモデルニスモは、スペインのバルセロナを中心としたカタルーニャ地方で19世紀末から20世紀、初頭に流行したフランスのアール・ヌーボーと類似した芸術様式を言う。ガウディのバトリオテアール・ヌーボーなどの新しい芸術様式がヨーロッパで盛んだった頃、スペインでは、 他のヨーロッパ諸国に先駆けて産業革命を終え、カタルーニャ地方のバルセロナでモデルニスモが流行する。曲線の使用や華やかな装飾性など、アール・ヌーボーの特徴を持つことから、カタルーニャ版、アール・ヌーボーと呼ばれることもある。さらに、カタルーニャの19世紀における繁栄は、流星を極めた中世の復興によるものであると、文芸復興運動カタルーニャラナシェンサが起きる。 そしてこの地の民族主義的な伝統に対する関心の高まりとともに、モデニスモは独自の展開を見せる。建築においてもラナシャンサの表現として、中世主義建築が現れ、新たな表現の建築様式を求めて、モデルニスモの建築が登場する。アントーニ・ガウディやその死でもあるリュイス・ドゥメナク・イムンタネー、トーカタルーニャの建築家たちは、アール・ヌーボーからの強い影響を受けながら、 南フランス及び北アフリカのイスラーム建築を研究し、伝統的なムデハル様式を加えた独特なスタイルを築いていった。バルセロナ市外区の一つに、モデルニスモ建築3巨匠のドメネク、ガウディ、プーチの作品が並んでいる。周囲を道で囲まれた外区ブロックのことをスペイン語で、マンサナといい、リンゴの意味もあることから、フワのリンゴという。その街区に向かって、右端に、 ガウディが改築をデザインしたパトリオ帝、左端にドメナクがデザインのレオモレラ帝、両作品に挟まれてプーチの設計したアマトリエ帝が1900年に新築された。その2、3年後に左右の建物が改築されて今日に至っている。バルセロナ一角式の高いグラシア通りにの木を連ねている。ありがとうございます。